は、東京都世田谷区桜上水五丁目にある、京王電鉄京王線の駅である。京王東管区所属で、管区庁所在駅である。駅番号は、これ8島式ホーム2面4線を持つ、地上駅。駅の北側にはかつて、桜上水工場、桜上水建築があったが、いずれも1983年に、若葉台工場、若葉台建築に移転した。 工場、建築跡地の一部は住宅展示場になったが、電車留置線が残存しており数少ない新宿よりの車両拠点となっている。なお、最終電車の到着から始発電車の発車までの間、本線上に留置される電車もある。また、都営新宿線中の300系車10両編成1本の夜間大白がある。コンコースは地下式だったが、 2008年6月22日から、京場駅舎が仮供用され、2008年9月に、竣工した。後に、地下コンコースは閉鎖された。同時に自由通路も整備され、エレベーターやエスカレーターなどのバリアフリー設備も設置された。現在、当社が着手している大田橋駅から、仙川駅にかけての連続立体交差事業により、 当駅も2面4線の高架駅になる予定で、すでに駅周辺の用地確保も進み、現在の京城駅舎もそれを見通した作りになっている。トイレは改札内にあり、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレを併設している。主本線は2番線と3番線であり、1番線と4、番線は対比線である。 2020年度の1日平均乗降人員は23,637人である。急行区間急行快速通過駅の国領駅、急行区間急行通過駅の片海戸駅、八幡山駅、急行通過駅の千川駅より利用者が少ない。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。北口付近の商店街は、 杉並区下高井戸にまたがっている。駅の新宿寄りの踏切は、高玉水道道路と呼ばれ、水道の本館が通っている道路である。当駅は、京王電気軌道の電車庫を、笹塚駅から当地に移転する際に開設されたため、駅開設当時は、北沢車庫前、京王車庫前と称した。現在の、桜上水は、駅の北側に流れる玉川上水の包みに、 桜並木があったことに由来する。この桜浄水という名は当時の慶応電気機動が駅名として考案したもので後に駅周辺の地名になった。ありがとうございます。